はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。2時を回りました。2時を回りましてですね、今日の日経平均はですね、若干下げてるんですね。マイナス80というところでございまして、それよりもですね、ドル円が 114.87 という4年ぶりぐらいの円安水準になってます。なんででしょうね。日米の金利差でしょうか。アメリカの金利は 1.64 とだいぶこう上がっていきました。あんまり円安になりすぎても困るんですけどね。というてもね、日本には日銀の黒田総裁ってのがいるんで、日本が金融緩和をやめる、あのさんのがあの位置にいる限りはですね、日本は金融緩和をやめないんですけどね。まあそれは置いときましょう。著書オンラインにこんな記事がございましてですね、これは昨日の22時01分ですね。現代時は海外シフト、外国企業は生産割り当てず、電気自動車の仕事がない韓国というタイトルです。これ貼りませんのでね、見つけてくださいね。全部読めません、長いんで。向こうの記事長いね。現代自グループは来年から米国で電気自動車を生産する計画だ。現在は韓国内で、韓国国内での工場で生産し輸出販売しているが、今後は現地販売分は現地工場で生産することになる。飛ばします。米国 GM のナンバー2、ちょっと待って、その前にここかな。あ、いいよ。米国 GM のナンバー2スティーブ・キーパー海外事業部門社長の訪韓を控え、業界では韓国 GM に新たな電気自動車の生産が割り当てられるのかどうかに注目した。GM は将来的に電気自動車メーカーに転換すると発表したが、韓国の工場では依然として、電気自動車の生産計画がない状態だ。飛ばします。その後本格的、ちょっと待ってね、ここか。通常であれば本社が生産台数を割り当てれば 2,3 年かけて関連の生産設備を整え、その後本格的に生産に入るため、この点を考慮すると今後 2,3 年以内に、なんか文章がね、今後 2,3 年以内に韓国の GM の工場で電気自動車が生産される可能性はないということになる。最初からそう言ったらいいね。ルノーグループの韓国事業場である、なんか日本語変ですね。ルノーグループの韓国事業場であるルノーサムソンにも電気自動車の生産は割り当てられていない。韓国自動車産業協会は、韓国 GM やルノーサムソンなどの外国企業は2025年まで電気自動車の生産計画はなく、2030年まで生産は不可能だとして、10年後の2030年までに韓国の自動車業界で生産できる累積台数は300万以内と指摘した。しかし韓国の雇用市場は基本的に解雇が不可能であり、完成車メーカーの強硬な労働組合は雇用維持はもちろんのこと、待遇改善も求めており、電気自動車への転換は遅々として進まない。実際に GM とルノーグループは生産コストの高さを問題視し、韓国への追加の生産割り当てを先延ばしにしていると。まあ、うじゃうじゃ書いてありますけども、結局どういうことかと言いますと、アメリカもヨーロッパも1930年とか35年ぐらいをめどにですね、ガソリン車、内燃機関ですね、今のガソリン車の販売を禁止するという方針を打ち出しております。でとするとですね、今生産しているほとんどの車、ガソリンで走る車でしてですね、その工場も韓国にはいっぱいあるんですけども、 EV 車を作らなくなると、そのうちですね、自動車生産ができなくなるということなんですね。
で、外国のメーカー、ルノーや GM はもとより、国内メーカーの大手である現代自動車やキアでさえですね、国内に今 EV 車生産ラインを作る予定はないということなんです。ということはそのうち何年か後にはですね、今が1920年ですから、あと10年後か15年後ぐらいにはですね、愉快の隣社の国内で、自動車は1台も生産しない。できないという状態になってしまうということやんということなんですね。これなんて言いますかね、このお隣さんの、ね、メディアってね、こうはっきり書かないんですけど、そういうことなんですよ。なんでこの彼らはね、こうパキパキっとしたね、あのこう記事が書けないのか不思議でしょうがないんですけどね。自分たちに都合の悪い記事は何とかぼかしてぼかしてっていうことなんですけども、まあまあそれが君らのジャーナリズムがいいなと言った多少呆れ果てるんですけども、まあそういうことでございます。これでなんでそうなってるかと言いますと、これはもう歴然としてるのは、あの組合が強すぎるんですね。でムンジェイン政権になってですね、彼の基盤はですね、労働組合であり市民運動なんですよ。その労働組合を保護 しまくってるわけでして、今だからルノーとか GM とかですね、愉快の隣さんの国内に進出してるですね、海外のメーカー、自動車メーカーはものすごく仕事がやりにくい、いわゆる、まあ、生産しにくいという状態になって、生産しても非常にコストが高い、採算取れへんから撤退しようやんというふうに考えてるんですけど、もう撤退すらですね、あの解雇ができないからできにくいと。ね、ちょっとつくめに都合の悪いことをやるとですね、そのあれですね、派遣されてくる外国から来た、ルノーや GM に来ている、社長たちは出国禁止なんですね。そんなところで事業拡大できへんやんということですね。まあ日本でもそうですけど、労働組合っていうのはその企業にとってどっちかというと毒なんですね。あんまり強くなりすぎるとその企業さえも食ってしまう、毒というかがんかな。なまあ強制してるうちはいいんですよ。トヨタなんて雇用組合って言われてまして、会社の仲がいいわけであって、今やね、そのなんて言いますか、会社のトップだけ潤ってですね、労働者を搾取してるという、そういうマルクスのマルクスがこうそれを考えた150年前の構図とは全然企業となんか違うんですよ。確かにトップは高級をはべってですね、楽してるというのは、まあ、ある一面はあるかも分かりませんけども、あんまりそれをやりすぎるとですね、労働者が離れていくわけであって、ある程度分配をしなきゃいけない、わけなんですね。で内部留保を出せって言いますけども、内部留保は持っとかんといざという時に企業は存続できないわけであって、企業は存続できないと雇用も失われるわけであって、そんな昔のようなマルクスが考えた搾取とあれですね、腐敗の構造っていうのはそんなにこう型通りではない、そういうところに労働組合がね、キャン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 言うてもね、それはまあ言うてみりゃ あれですよ、蓮舫や辻元清みたいなのがギャン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 いっぱい企業内にいてどうなんねんって話だって、そんで彼女らはギャンギャンギャン吠えてるだけですけども、実際力を持ってやれストライキや何やかんやって仕掛けてくると、そうやったらもう経営ってできなくなるんですね。だから韓国の GM をですね、もう撤退したくてしょうがないですね、本音は。でも撤退できないわけですよ。でそんなところに新たに EV に転換するとか言うてもですね、もうやる気はないわけですよ、企業側は。あとはもう海外行った方がええやんということですね。解雇はできないし、金よこせってキャンキャン言われるわけであって、ものすごいだから生産ができないわけであって、まず空洞化への道を歩むんですよね。でムンジェイン政権になってますますその労働組合保護というのが激しいわけでして、かなり偏った政策が取られてるわけであって、それはもうなんていうか出ていきたいなと思ってるわけで、新たな工場を作るとか生産ラインを敷くとかで、そういうマインドには全くないんですね。これはだから中長期に見ればですね、愉快の隣さんの産業衰退ということにつながっていると私は思います。まあムンジェインさんはそんなこと気がついてませんけどね。はい、ということで、まあ、日本でもね、この JAL はなんとかね、でも一回倒産しましたね。金棒とかもそれなくなりましたからね。組合が強すぎたことによって。組合強すぎるとろくなことないですよ、はっきり言って。ほんまに。
まあ、彼ら組合という存在自体は必要かもわかりませんけども、強すぎると本当にろくなことはない、もう会社潰れてしまいます。はい、ということでですね、この、サイトは貼りません。私今半分も読んでないんですね。ぐちゃぐちゃ書いてありますけど、読みたい方は言ってください。現代時は海外シフト、外国企業は生産割り当てず、電気自動車の仕事がない韓国という、朝鮮オンライン、朝鮮日報の記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。